おはようございます。ナイツの土屋です。ナイツの花輪です。うわあ、ちょっと迷うな。今回は優勝を決めるの難しいな、うん、どうしたんですか。ちょっと話しかけないでもらってもいいですか、うん、集中してますんで。いや、漫才中ですから、はい。本命はね、日本の社長か最高の人間かね。これ意外と犬もね、あるかもな。あ、ビスケットブラザーズもいいしな。なるほどね。今夜のキングオブコントの優勝予想してるのね。え、今夜？いや、そうですよ。今夜生放送でしょ、キングオブコント。あ、そうなんでした。ごめんなさい。全然興味ないから知らなかった。なんでだよな。え、今回誰が出るんですか？一組も知らないわ。それはないでしょうね。うん、いや、だってさっき、キングオブコントの優勝候補のコンビ名挙げてたでしょ？日本の社長とか最高の人間とか。いや、コンビ名とかよくわかんないですよね。な、個人的に最近どのニュースが一番インパクトがあったか、キングオブニュースを決めてたんですよ。うん、趣味でね。何してんだよな。どんな趣味で、いや、やってもいいけど、それ、家でやって、はい。いや、でも日本の社長とか言ってたでしょ。完全に出場コンビのことじゃないですか。元新日本プロレス社長のアントニオ猪木さん。猪木さんのことなのね。猪木さんのこと日本の社長つってんのね。あるいはかっぱ寿司の社長です。それはもうあったけど、はい、日本の社長逮捕されたけど、はい、うん、いや、じゃああと最高の人間つってましたけど、はいはい、あれは完全に即席ユニットの吉住と岡野陽一でしょ。いや、村上と若田光一です。え、はい、最年少三冠王と最高齢宇宙飛行ですよ。ね、こっちの即席ユニット。即席組んでないわ別に。二、はい、人は何のユニットも。今週ね、若田光一さん乗せた民間宇宙船の打ち上げがね、成功しましたけどね。そうね。びっくりしましたね。うん、J アラートで知りましたけど。いや、あれ宇宙船で出たんじゃない？ J アラート、うん。北朝鮮のミサイルで出たんだわ。あ、そうでしたっけ？そうだろう。え、2日連続で発射されたのは、うん、若田光一さんじゃないんですか？それも北朝鮮のミサイルだよな。はい、若田さん2日連続無理だから。え、じゃあ何？さっき言ってた犬は？犬。小田急線に犬が乗車しちゃって一部列車に遅れが生じましたから、うん。あったけど、はい、それキングオブニュースにはならないだろ、絶対。じゃあもうね、ビスケットブラザーズはさすがにこれはお笑いコンビのことでしょう。昨日柔道世界選手権見てないんですか？安倍一二三詩のビスケット兄弟がまた同時に優勝しました。ビスケット要素があるんだよな。いや、やるなら最後までちゃんとやれ。とにかくね、世の中ではいろんなことが起こってますからね、お笑いのことに気が回らないんですよ。お笑い芸人としてどうかと思いますよ、それ、で、結局キングオブニュースは何にするんですか？それどうしても決めなきゃダメなんですか？お前が言い出したんだろう。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、10月4日土曜日朝9時になりました。おはようございます。ナイツの土屋信之です。おはようございます。ナイツ花信之です。皆さんおはようございます。 TBS アナウンサーの出水舞です。FM905AM954 の TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、朝9時から午後12時45分まで3時間45分の生放送です。TBS ラジオクリーンサタデー、この時間の放送は埼玉県戸田送信所からみんな電力より供給される三重県四日市市のレーベンソーラー三重四日市発電所で作られた電気でお届けしています。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日キングオブコントのね、決勝の、はい、だから TBS のね、もうエレベーターにいっぱい貼ってましたね、はい、今日もあの、ね、キングオブコントのなんか出場者の楽屋とかね、あそこの下の、ああなるほどね、うん、そうですね、今日お笑いの日だからね。そうだね、出演者いっぱいいる芸人さんが盛り上がりますよ。そうそうそう、早いですね、もう1年経つのが ね、 ね、土曜日に去年もやってたからね、チャキチャキの後にお笑いの日みたいな感じで、ね、楽しみだけど、まあ、加賀谷がね、ちょっと魔石芸能社からも出てますから、うん、まあ、すごいことだけどね、やっぱこのすごいですよ、決勝に残って。いや、そうですね、めちゃくちゃやっぱ面白いからね、みんなね、うん、本当に誰が優勝するか分かんない、本当にキングオブコントは加賀谷とかは、うん、まあ、ちょっと優勝候補とかって言われるぐらいになってんじゃないですか、うん、もう、うん、プレッシャー感じてるでしょう。プレッシャー感じてるでしょ、何回目かだからね。そうだろうね、あ、決勝に行くのも、うん、それを跳ねのけてね、ね、うん、頑張ってもらいたいな。まあ、よくずっと言ってますけど、魔石芸能社初のね、そうタイトル、そうか、初、そうで期待されてますから、マネージャーもだからそわそわしてますよ、ね、うん、そうですね、今日スーツでね。あ、今日スーツでした。普段ちょっときちっとした感じ、普段カジュアルなんで、カジュアルのね、マネージャーさんって言われたりね。そうだよね、なんかあるとスーツ、あの、ね、加納がなんかやった時もスーツでしたね、ずっと。エコちゃんが何かあった時も、はい、1日スーツでいましたね、やっぱり。先週はね、エコちゃんが、そうですね、エコちゃんがね、あの、ね、ピンチヒッターで来てくれました、ね、そうなんですよ、もう、シュン君がリアクションがいいもので。そうそうそう、中継やりやすかったです。別になんか俺も聞いてたけど、花輪さんがいつもリアクションがないみたいな感じで、そんなことないけどね、別に。
そうなんだね。俊君となんかこうやりやすかった、ね、なんか良かったね、あの波長があった、ね、波長があったんだね。すごく嬉しかったみたいな、あの月曜日会った時話したらそれも嬉しそうに話して、うん、ごめんねって私たちいつもごめんってちょっと僕らももうちょっとこれからは新鮮なリアクションを心がけて聞こうと思いますけど、まあ、あの先週すいません、だからお休みいただきまして、でも本当に運動会に子供のね、もう本当に快晴で、ああそう天気良かったね先週ね、天気良かったんですよ。で一番なんかびっくりしたのが、意外に足が速かったんだよね、あ子供が。俺それが一番びっくりしたね、うちの、その長女、まあ、長女しか出ないんだけど、なんかあの3年生のなんかこうリレーみたいなね、なんか結構なんか足早い組に入ってたのよ。リレー出たすごい。あのなんか3年生が何百人とかいるじゃないですか、はい、その全員一気にできないから十何回に分けてやるじゃないですか、その時になんか一番足早い最後のグループだったのがあって、すごい。でなんか練習してももうどうしてももう無理だから3位ぐらいだったんだけど、本番すごい強くて、結構1位だったんです。一番早いグループで1位だった の。すごいじゃん。でその後に、なんか選抜リレーって言って、それにもなんか選ばれてんの、もう選ばれてんじゃんと思ったら、その女の子の方のアンカーで、すごいね。で最後一人抜かして、だからもうこれ伊達天じゃん、もう伊達天だよ、だから唯一さ俺なんかあのなんだ足だけはさまあまあ早かったんで子供の頃。そうだね。いやなんか大学の時も、なんかふざけてグラウンドなんか、走ったりとかする時、花さんやたら早いなっていうイメージは、あのその足は早いっていう長距離もすごい早かったの、だからそこはやっぱりなんか良かったけど、まあ、何か丸いものを持つとかなるともう一気にできないんだよ。ボールのことですか。運動神経と別なのかな、走る速度。やっぱでも運動神経いい子が早かったイメージだけどね。そうそう、でもなんかやっぱそのレベルを超越してる人はもういるよ、もう完全にもうあの腕の振りが違う、体の軸がすごい、まあね、とか、だから多分まだ子供だからそこまで差がついてないん、みんな荒削りの中だから、もう跳躍力とかだけで、純粋に素材がいいってことで、やっぱり俺はずっと3時間半運動会見てたけど、お尻の筋肉だねやっぱり、そんなとこ見てたんですか。もう結局この下半身の お尻がさ、あの何ていうのかな、もうエンジンなわけじゃない、走るとき、まあね、だからやっぱり速い人ってここがすごいね、しっかりしてるね、小6とは思えないような、ああそれ足速いわみたいなところでね、とすごい楽しかったですよ。そうはね、もうだから思いっきり楽しんできて ましたけどね。よかったです。ビデオ撮ったり写真撮ったり、あビデオが、あの奥さんは撮れたからよかったんだけど、なんかもう今日寒いけど、先週の今日めっちゃ暑かったのよ、たった1週間前、でずっとスマホ撮ってたら途中でなんか熱出て、なんか真っ黒になっちゃって、炎天下で回してたらずっと、それでもうでも始まるから、もう見えないから、一応見えないなりにやったんだけど何にも映ってなかった。ありゃ残念。あ、まあ、真っ昼間さ、あのスマホ回してと、画面見えない時あるよね。見えない時あるじゃん。あるあるある。だけどそれじゃなかったの、もうそれじゃなかったの、あるじゃん、それが分かんなかった、光で見えないとかのレベルじゃなくて、これは違う見えないだなってなって、本体が発熱したって、そうそう、それでもうなんかクーラーボックスの中に10分ぐらい入れて冷やしたらやっぱ元に戻ったんだけど、その間にちょっとリレー走っちゃったから、ありゃりゃ、まあ、それは、まあ、奥さんが撮ってて、みたいなとこあったけどね、いやー本当に暑かったけど、まあ、楽しかったよ、行けてよかった、面白かったな。そうだ、しばらく見れてないからな運動会は、10月にやってるでしょ、でも10月だいたいこの時期だよね、まあ、でもやっぱ去年とか一昨年は中止になってたりとか、なったんだ、しててね、今日だから次女が幼稚園の運動会だから、ああでも今日ね、あの雨降ってなくてよかったね、ギリギリ、そう昨日あんだけ降ってて、明日もお天気あまり良くないですから ね、そうか、本当は2週連続で休もうかなと思って、いや気持ちは分かりますよ、だって見てあげたいですもんね、だからだけ見てね、ラジオショーで運動会やりたいって俺言ったの、どうですかこうチャキチャキ VS ラジオショーの大運動会やりたいいいですね。いいですか。ああいいですね。あのパッと見スタッフどっちが強そうですか。
パッと見スタッフはね完全にラジオショーの方が強い。いや困る。よく見たらこっちおじさんばっかりです。そうですね、若い人が、はい、片山さん新しくなってさらに年齢が10月になってさらに年齢が上がりましたからね。しゅんくん、しゅんくんとかがまあ早いんじゃない。なんか、うん、サッカーやってたし。そうですよ。しゅんくんみたいな子いないじゃん逆に向こうは。うん、ラジオショー？ラジオショー。パートナーみんな女性だし。本当だね。あ、だから、なっちゃんが、安藤なっちゃんが多分、足は速くないと思うのよ。そう、ね。そこで差を広げて、リレーね。全員出んの？全員リレーだよ。リレーでやったら人数合わないでだって、そしたら。人数合わない。常連さんこっちは。ん常連さんだから、ヤクさんとかさ、当たり前じゃん。いいじゃないですか。ヤクさんも、エノキドさん。エノキドさんも。ヤクさん走れそうだな。出てって。まあ、田中康夫さんも呼びますよ。なんで向いてないとこだけ呼ぶの。それはかわいそうでしょ田中康夫さん。いやいや向いてないってそんな決めつけないでください。向いてないでしょ康夫さん。わかんないけどロッタ連れてくんでしょどうせ。ロッタちゃん連れてくん。ロッタちゃん早そう。ロッタちゃん、ロッタちゃんもうわけわかんない。ロッタちゃんが出始めたらもうドッグレースだよ。みんな連れてきて。ロッタちゃん出始めたらもう。ヤクさんゴールでこう。ヤクさんもまあよかったら夫婦でリナコさんも連れてきていただいて、ね、あの二人三脚なんかね。三脚とか。うん、やっぱ家族みんなで楽しめるだけどね。楽しそう。ぜひぜひ。うん、はい、反感謝祭ですからこれ、うん、そうね、はい。楽しそうですね。やりたい。どっちのあれが勝つのかみたいなね、うん。ちょっとうちの番組時間もらっていいですか。トレーニングしますんで。トレーニングするの？ね、でもデミさん運動神経いいから。いや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 。足早いの。昔はそれこそリレーの選手やらせてもらったことあったんですよ、小学校、うん、低学年とかですけどね。すごいじゃん。でもその時水泳とかバレーやってたので、うん、それこそお尻の筋肉がちょっと発達してたんだと思う、うん、やっぱりそうでしょ、はい、でもそのマラソンとかもそうだよ最近まで今はやってそうですね。今はもうランニング程度なんですけど最近でもちょっと腰痛を発症しましたあら見てよ、ね、大変あらほういろいろ出てきますね本当にそうだ、ね、お尻鍛えないと出てくんだよ本当にだから目標がないからよ、うん、結局1年に1回大運動会がないから、うん、みんなそうやってサボるの。そう、運動会に向けて鍛えるの1年間それはそうだよ。何のために俺何のためにみんなジム行ってんのと思う大会とかないのに大会とかないのにさ、うん、意味わかんないじゃん。そうね、うん、見せ場があった方がいいですよね。そうだよ、本当に。ナイツさんちなみにどっちチームで出てくださるんですか。あ、うん、あ、そういうことか。そう、分かれるとしたらどっちチームかにならなきゃいけないのか結局、うん、そうだね、うん、そう言われるとなんかごめんなさい、なんか言ってちょっと土屋さん我々の方にしようかな。そうです、これがね、そのそんなに差がないからね。え、そうなんですか。この2人の差で、あの戦力のバランスを取るっていうのができるほど差がないんだよ、これが。土屋さん、そうなんですね。俺ももう結構中学からもずっと運動神経悪い方だったからね。あら、例の番組に出てないから土屋さんはやっぱそこは運動神経いい方なのかな。そうだ、まあそこまでじゃないけどっていう。そうだね、そんな戦力になるほどではないね。そうですか。うん、加山さん長距離だから長距離はね、加山さんとかデミズさんとかマラソン、うんうん、マラソンはもうなんだろう、あの運動会盛り上がらないから、そう長いから、そうだね、うん、だからあの勝手に走って感謝祭みたいな感じでミニマラソンやりたいな。ああ、なるほどね、うんうん、ミニマラソン、はい、いいね。ミニマラソンだから、あれ感謝祭ってやっぱりよく考えたら面白いね、うん、よくできてますよね。よくできてるよね。クイズとスポーツこうね、うん、うまくバランス取ってやってるよね。それに向けてさ、なんかやるっていう、俺森脇健さんと同じ考え方本当だよね1年間トレーニングしてお前そんなんじゃ早くならないぞって後輩に説教するんでしょお見送り芸人新一にそんなんだからのダメなんだ、ベスト5入れないやつってね言われるんだ、説教が。そう、本気ですね。お盆師匠があの漫才協会のさ、ユニフォームをさ、今草野球のね、草野球で、はい、昨日もずっと俺はちょっとやっぱり昨日お盆師匠に電話したからね、うん、なんて、いやちょっと監督俺なので勝手にそのやめてくださいって、ああ、もうお盆師匠とプリンプリンの田中さんでね、はい、もうずっと2人でやり取りして、はい、もう決まっちゃったからね。漫才協会のマンキースってね、うん、僕が監督でユニフォームとかみんな作ったんですよ、はい、まあ、20年ぐらい前ですけどね、うん、ただお盆師匠がここ最近急に入ってきて、うん、で一番やる気があるんです、それはわかるんですよ、うん、ただ勝手に新しいユニフォーム作りますっつって、うん、なんか全員に LINE して、うん、L サイズがなんか希望ってなったから、はい、俺はちょっと違う、筋違うんじゃないかなってそれで沈黙してたんだ。沈黙したのよ。それでやっぱちょっとこれみんなが S です L ですみたいなあったから、うんうん、おぼんしょうに電話して、うん、おぼんしょうこれちょっと俺一応監督なんで、うん、
まあ、全然行ってないのは悪いんですけど、ユニフォームもし変えるとしたら、その前のユニフォームもねまだあるし、みんな持ってるからね、思い出もあるし、うん、それは正論やな、申し訳なかったっつって、昨日変な空気になっちゃったそれはお前の言うことは正論や、うん、そこのやり取りはもうそんなガチだったの、ガチだったのお前来てないやろみたい な感じの返しじゃないんだもん、うん、ないのないのない、うんうん、だからちょっとやっぱり今小盆派ですいややめて、いや今更ないから、もうもうお盆派小盆派もう国境ないから、もうそのもうすぐ1年になりますから、もうそろそろまた人儲けしたいじゃないですか、財政を勃発させようじゃないでください、もう人儲けじゃないんだよ。いやでもなんか嬉しいけど、楽しいね、みんなでなんかやるっていうのは ね結局ね、ユニフォーム決まったからね、決まったからさ、うんうん、そうなんです、新しくするんですね、そう、なんかめちゃくちゃ安く作れるとこ見つけたっつって、楽しいんだろうなって、お盆賞も、あ、そうですよね、うん、すごいチェックしてるでしょあの人。ああ何、それでさ、なんか返事ない人とかさ、うん、あのだからナイツの2人はなんでなんか言わないんだって来たからやばいなと思って、うん、すぐ電話したんだけど、はい、そんなもうなんか勝手に他の人もなんか削除されてたね、グループラインから。あのこうユニフォームも希望しない人はもうグループラインから外されちゃったんだ、外されない、あれもよくわかんないんだけど、すごいあれだね、強権だね、独裁がすぎるんだろう、ね宣言多めですね、あなたの LINE グループじゃないんだけどなと、うん、俺も昔一回外されたからね、いきなりね、うん、わけわかんないね、わけわかんないけどね、うん、はい、さあということで、うん、はい、はい、ね、土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送です、うん、今日のメッセージテーマですが、テーマは犬の話、うん、はい、はい、まあ、さっきロッタちゃんの話もしてましたけども、うん、今夜キングオブコントの決勝に犬が出ます、うん、また小田急線のね、車内に犬が迷い込んだというニュースもありましたので、まあ犬の話、犬はなんかね、やっぱりちょっと飼ったことはないんだけど、なんか犬ってさ、うん、10歳から13歳なんだよね寿命が、あ、うん、はいはい、でなんかギネスの最高齢で22歳なんだよね、ニュースありましたね、あったでしょ、うん、22歳、うん、だから本当に飼うのはいいけど、そこのなんかあるじゃない、寂しいですね、やっぱ別れが寂しいね、それは。だから今やついさんがさ、ね、あのエレキコミックのさ、はい、あの飼ってるでしょ、うん、パグ、うん、あれがもうすぐさ10年ぐらいなんだよね、あ、そうなんだ、あれが泣いちゃうんだよね、その話とか聞くと、そっか、いつも散歩してさ、あ、そうそうね、なんか10もっと長くなんか俺できないかなと思うんだけどさ、ペットはね、もうそれも覚悟の上で、スピードが速いので、もう白髪も早く入ってくるし、前はいっぱい飛んできたのが、こうずっと寝てたりだとか、食欲も落ちたりだとか、ね、目に見えてやっぱり年を取っていくのが早いのでね、切ない気持ちになりますね、切ないねそれ ね、 ね、だから自分が子供の頃に会ったことがある犬は、うん、ほとんどいないわけでしょ、もう今切ないこと言いますね、そうだよ、だから考えると、だって象とかはさ、もっと長く生きてるわけじゃん、子供の頃あった象とか、ね、だって象ってなんかものすごい長生きする、そうですよね、割と犬はねやっぱ早いんだ、そうだよ、なんだろうね、そう考えると寂しい、寂しい、そんな寂しい話だけで、でも寿命が一番長い動物とかヤクさんとか知ってそうだけどね、寿命が一番長いの人間じゃないの、人間より長いやついんの、なんか生物いそうじゃん、なんかそういうの聞いたら、カメ、うん、とかそうなの、あ、いますね、とかか、この間それこそ不思議発見で、うん、どっかのお魚、うん、すっごく大きな巨体のお魚なんですけども、うん、結構深海に住んでて、うん、ものすごくゆっくり動くんですよ、うん、で寿命を調べてみたら400歳ぐらいっていう魚がいました、本当にどうやってわかるのそれ400歳いや多分体の炭素の構成とか調べるんだと思うんですけど、はい、うん、今日のテーマは犬の話です、犬の話です、はい、メッセージの宛先、電話の方は0335821111、0335821111、ファックスの方は0355620954、0355620954、メールの方はchaki@tbs.co.jp、 chaki@tbs.co.jp、 お名前、電話番号、住所などを添えてどんどん送ってください。メールを紹介した方には番組のステッカーをプレゼントします、はい、犬の話お待ちしております、はい、はい、ではナイツのチャキチャキ大放送、今日のメニューの紹介です。9
6時25分頃からは今週起きたニュースを常連さんと振り返るコーナー、常連さんに聞いてみよう。今日の常連さんはヤクミツルさんです、うん、そして10時30分頃からはナイツのお二人と直接電話で話をするチャキチャキテレフォン聞いて聞いてです。今夜キングオブコントの決勝に私の家族が出ますです。何でも OK です、お二人に話したいことがある人は内容をできるだけ詳しく書いて、お名前、電話番号、住所などを添えてメールで送ってください。アドレスはチャキアットマーク tbs.co.jp です。電話に出てくださった方にはチャキチャキ特製クリアファイルをプレゼントします。はい、そして11時からはゲストコーナー東京よもやま話。今日は歌舞伎俳優の尾上右近さんが登場です。はい、はい、楽しみ。その後11時30分頃からは悪夢プレゼンツ爆笑初めて演芸場、毎月一組の芸人が登場してエピソードトークを披露してもらいます。10月はお笑いコンビモグライダーが担当です。はい、12時30分頃からは初心者歓迎真っ昼間大喜利です。今日のお題は、今日何の日か覚えている、覚えていない、どうする。はい、うん、たくさん送ってください、はい、そして番組ではインスタグラムですとかツイッターなどもやっておりますので、よろしければご覧ください、はい、そしてぜひフォローをお願いいたします。そして10時からはチャキチャキリポート東京潜入大作戦。 TBS の渡辺俊アナウンサーが東京のいろんなところから中継リポートをしています。今週はどこに行ってるんでしょうか、呼んでみましょう。渡辺くん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、空見ても雲少しかかっておりますが、昨日一昨日の寒さから少し今日は暖かい感じがしますね。そうだね、ほっとしますね。最近非常に冷え込んでおりましたから、今日は少し太陽も見えるのかな、気温も少し上がるのかなといった感じでございます。今日いるのが東京都江戸川区東篠崎というところで、篠崎駅から少し離れたところ、東映新宿線で新宿から30分ほどの江戸川区の場所なんですけれども、今日オープニングでも話ありました、先週花尾さんがね、お子さんの運動会に行きましたよ、行かれたということで、狩野英孝さんのリアクションの新鮮さに非常に私も驚きましたけれども、はい、全然花尾さんのリアクションが薄いというわけではないですからね、これは本当にちょいちょい、驚い頑張ってる、わかりやすい、すごい合ってるかわかんないけど、ありがたいリアクション、運動会の話ありましたけども、はい、今週、今日から3連休なんですよね。で、あさって月曜日がスポーツの日という祝日でございます、はい、ということで今日は運動をテーマに、運動の秋、スポーツの秋なんて言いますけれども、今日は運動がテーマで、で、この篠崎というのが実はスポーツ天国と言われている町でありまして、この場所近くには数々のスポーツ施設がたくさんありまして、そして江戸川沿いに河川敷もあって、広大な敷地もあって、ウォーキング、ジョギングなどもできるスペースがあるということで、スポーツ天国ということを言われているんですけど、そのスポーツ天国、篠崎のスポーツ施設、江戸川区スポーツランドという場所に今来ております。で、ちょうど今、テニスコートでしたり、フットサルのできるスペースがあって、まあ、中学生ですかね、フットサルしてる姿もあるんですけれども、今日はこの場所で、中にスケートリンク場があるんですね、それが先週オープンしたと、スケートリンク場、で、そのスケートリンク場にちょっとお邪魔しまして、スポーツの天敵というと、やはり失敗ですよね、やっぱり転んだりして痛かったり、何か失敗してちょっとスポーツが嫌いになると、いう方、走って転んじゃったなんてもあるかもしれません、で、そういうスポーツの失敗、だからスケートで転んだ人、今日転んだ人にちょっとマイクを向けて、その失敗を我々がハッピーに変えていきたい、大丈夫、でよりスポーツを好きになってほしい、なるほど、そんなスポーツの日にかけた狙った中継を今日はしていきます。今日は失敗した人をハッピーにする中継でございます。それができるかどうかっていうね、恥ずかしいと思うけどね、ハッピーにする道具は我々用意しております。はい、用意してある。10時からです、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありました、10時の中継です。失敗をハッピーに変えたのが狩野英孝だからなあ、それを学んだんだ、じゃあ学んだんだ、先週、ね、英孝ちゃんからなんかグッズもらったんじゃないの分かんないけどそんなの出してないでしょ英孝ちゃんの神社でそういうグッズ。それでは土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、12時45分までお楽しみに。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、ここからは1週間を雑談で振り返る常連さんに聞いてみようのお時間です。今日の常連さんはヤクミツルさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。運動はどうですか、運動
昔高校の時、はい、体育祭を偽の診断書をかかりつけ医に作ってもらって、はい、完全と休んだ。とんでもない野郎だな。本当ですね。学友たちの意地悪で、はい、1500メートル走の選手に追記をされちゃったんですよ。一番嫌いだって知ってるわけですよ。いつも1500メートル走って、もう鼻から走らない。だら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 歩くように走って、最後に一人だけ抜くっていうのをやってて、だって最初からしゃかり気になって飛ばすやつはアホだなと思ってたんですよ。何の身があって1500メートルも走るんだって言ってたから、ただ選手にさせられちゃったんで、こうねやろうと思って、保全委員の天草先生に何か病名作ってくださいって、今でも忘れない、心肌亢進症っていうね、重篤な響きのある病名を書いてもらって、それを出してその日休んだ。すごいエピソード。中学の時だ。中学の時のやり取り何なんですか、その。先生も心肌亢進症です。まあ本当に赤ちゃんの頃から言ってる。お医者さんの、もう馴染みだったんで、なんとか休みたいと、分かったと、その心肌亢進症ってね、なんかドキドキしちゃう、心臓のお病気なんです、それを書いてください、どうだってんで休みました、ね、何を一人抜くのも、一人抜けるぐらいまでは走ってるってことなんですもんね。最後、まあ、最後ね、ダーッと最後の力を抜いて走ってね、そうそう、ビリにはならない。何なんすか、どんな楽しみ方なの。本当強いですね。そうだね、絶対だった。ではですね、ヤクさんをお迎えしまして、1週間の主な出来事を振り返ります。まずは土曜日です。プロレス界のカリスマで元国会議員のアントニオ猪木さんが亡くなりました。79歳でした。月曜日、ヤクルトの村上宗隆選手が今シーズン最終戦最終打席で DeNA 入江投手から15試合ぶりとなる56号ホームランを放ちました。これにより1964年に王貞治さんが記録した55本の日本選手のシーズン最多ホームランを58年ぶりに更新しています。火曜日です。うどん県香川の超有名店谷川米国店の3代目店主が大麻所持の容疑で逮捕されました。谷川米国店は高松市の中心部から30キロ以上離れた山の中にあり、営業はお昼の時間だけにもかかわらず、週末には100人を超える行列ができていました。木曜日です。羽生結弦さんのアイスショーをめぐって大騒動が起きています。ショーの会場となる青森県八戸市周辺では、ただでさえホテルが少ないことに加え、一部のホテルが通常1泊5000円ほどの部屋を期間中1泊10万円を超える特別料金を設定するなどしたため、ファンから悲鳴が上がっています。羽生選手はプロ転向後初となる単独公演を11月に横浜で、12月に八戸で開催する予定となっています。もう一つ木曜日です。両国国技館で行われた大相撲ファンの感謝祭、そして手形早押しギネス挑戦で元横綱白鵬の宮城野親方が1分間で104枚の手形を押してギネス記録に認定されました。日本相撲協会としては17年ぶりとなる感謝イベント。ツイッターによると、常連さんの榎戸一郎さん、能町美音子さんも会場を訪れたようです。金曜日です。日本人宇宙飛行士の若田光一さんらを乗せたアメリカの民間宇宙船クルードラゴンが、打ち上げからおよそ29時間の飛行を終えて ISS 国際宇宙ステーションに到着しました。若田さんは日本人宇宙飛行士として最高齢の59歳で、最多となる5回目の飛行となりました。同じく金曜日です。アメリカバイデン大統領が現地時間の6日ニューヨークで演説を行い、ロシアのプーチン大統領が核兵器の使用を示唆していることについて、私は彼をとても知っている、戦術核兵器や生物化学兵器の使用の可能性について語るとき、彼は冗談を言っているのではないと指摘、ロシアが今のまま進めばキューバ危機以来となる危険があると危機感をあらわにしました。さらに金曜日です。立憲民主党の野田佳彦元総理が国会で安倍元総理への追悼演説を行うことが正式に決まりました。そして今日、コント日本一を決める大会、キングオブコントの決勝が行われます。今回は犬、かがや、クロコップ、コットン、最高の人間など10組が登場。松本人志さんなどが審査員を務めます。
以上1週間のニュースまとめてお伝えします、はい、ありがとうございます。さあ、ヤクさん気になったニュース、うん、はい、まあ、今週話したいことがいっぱいあるんですけど、はいはいはい、個人的には、うん、あの木曜日、うん、あの有楽町のラジオ局のエレベーターのとこで、はい、土屋さんと出くわすっていう、そうでした、のが個人的には一番大きなニュースにやらないよ。ヤクさん出てましたもんね、はい、うん、おっしゃって、うん、なんか背の高い人が近づいて、うん、おはようございます、はい、あれ誰だろうって一瞬思ったんですけど、よく土屋さんその、うん、マスクして眼鏡かけてないと分かってもらえないみたいなことをおっしゃってますけど、本当に分かんないで一瞬ね、私金星の西田かなと思ったのに、背の感じ、相撲芸人ね、そうそうそう、のね、私のチリ知ってる人でおかしいでしょ、背の高い人で見たら、あ、土屋さんだ、うんうん、でもそれがね、気づかなかった、自分の中では長い時間だったけど、うん、実際には 0.3 秒ぐらいでつながってるんで、とっさにこう、うん、瞬時に判断できて、うんうん、逆に土屋さんよく自分、私は分かりましたよ、いや、ヤクさん分かりますよ、私も分からないって言われるから、一瞬でも戸惑ったけどね、うんうんうん、いつも TBS でお会いするヤクさんと有楽町 の、うんうん、あのエレベーターってなったけど、うんうん、でももう僕はすぐ分かりました、うん、ありがとうございますっていうのは個人的に一番大きなニュース、大きなニュースだね、ニュースになら、西田の方が先に浮かんじゃったんですもんね、そう、西田おかしいでしょ、ね、おかしいでしょ、まあ、西田の方が合ってるからってのもあるんじゃないですか。ヤクさんも行かれたんですよね、この相撲の。いや、私は行かなかったんですけど、感謝祭、稲子夫人が泊まりがけで、泊まりがけで両国に、まあ、どうせ1回戻ってくんで、どうせ2日行く、ね、木曜日と金曜日2日間行ってで戻ってくのめんどくさいってことで、うん、ああ泊まりがけで、2泊水木と泊まりがけで行ってきたんですけど、うん、もうこれがあるっていうんで、うん、両国界隈のホテルが1泊10万円ぐらいになっちゃってるんじゃないか、全然普通に泊まれたっていうのね、八戸でそれは泊まらなくていいでしょ、じゃあ家別に東京に住んでる、泊まる人が少ないと思いますそれ、今回はね、それぐらいでも盛り上がったらしいです、ね、で白鵬がなんかそのギネスっていうニュースが入ってきて、あれ今更と思ったんですよ、うん、白鵬これまでにもいくつもギネス記録をね、その勝利数とかいろいろ持ってるんで、今更ギネスって思っ、パッと思って、あの現役自分に、うん、あの理事長室に呼び出しを食らった回数のギネスかなと思ったら違いましたね、名誉なギネスない、多分1位でしょうけどというネタはちょっと考えました、ね、4コマでね、また白鵬ギネスといえばいいネタができましたね、で猪木さん亡くなった時に、はい、まあ、自分週刊ポストに追悼漫画を書いているので、うん、いろんな方が亡くなるとね、はい、その思い出などを語る4コマを書いて、猪木さんも考えてたんですけど、かみ、うんうん、さんがネタを出してくれまして、うん、今あの亡くなると三途の川の手前で、うん、今なんかノウハウが変わってるらしくて、三途の川の手前に、うんうん、脱衣場っていってその、亡くなった方の着物を奪うおばあさんが着物を剥いで、はいはいはい、っていう手順があるらしいんですけど、はいはい、それを略してもらうためには、うん、六門線をこう渡すと、こう川を垂らしてもらう、だからあの棺によくお金を入れたりしますよね、うんうんうん、六門線なんだそうですけども、そこで猪木が現金ですかって答えるっていうのをかみさん考えて、お面白いこと考えるじゃないかこいつと思いましたね、そう考えた考えたんですか、現金ですか、もうそのまま採用決定ですね、この人ね、はあ、すごい。でも猪木さんってやっぱりヤクさんなんかドハマり世代というか、そうですね、私はそのまだ分裂する前、ババとそれこそタッグを組んで、それに吉村道明加わっての頃はもうゴールデンでも普通にやってましたのでね、うんうん、テレビでもねよく見てましたけれども、で後年闘魂注入していただいたことがあって嬉しかったですね、あったんすか、はい、もう耳っきりになりますけれども、はい、一生の思い出ですね、はい、あれでもやっぱりその一般の方には軽めに、あ、多分自分もそうしていただいているような気がしま す、 します、はい、別にそのカメラが回っているようなところでもないし、ね、プライベートのパーティーみたいなのにおいでになっていたので、うん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 、多分にそれはあると思いますね、はい、うん、でも本当に痛かったし、それはやっぱり注入していただきました、そうか、なんか昔ゴールデンタイムに、ね、子供の頃やってた時、うん、一番楽しかったな、なんかビッグバンベーダーとか、なんか出てきたじゃん、あのストロングマシーンとか、うん、なんか若松とかさ、なんかこうね、やるやつなんかね、ね、なんかあの新日本のプロレス、そう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 、なんかたけしさん
もなんか出たの覚えてるんです。プロレスに？プロレスに？はい、なんかビートたけしさんが猪木を倒すためにつってなんか悪い強いやつ連れてきたみたいなのを子供ながらに覚えてて、だからすっげえ楽しくて、なるほどね。だけどやっぱそれを猪木が倒すみたいのを毎週やっぱりめちゃくちゃ楽しく見てた。常にやっぱ猪木さんの周りに面白い人たちがやっぱり仕掛けに来るんだね。もうそういう存在なんだ。すごい。ご冥福を、ね、すごい人でした、ね。でも今週はもう野球もね激しく動きましたよね。そのプレースが終わってから、ね、シーズン終わりましたけど、原監督も、はい、留任ということで、はい、もう、はい、17年目アンチジャイアンツはみんなキャッキャ言って喜んでますけども、よし締め締めと。なんでなんてこと言うんですか。大気も他の球団ごっつぁんだなと思いましたけど、なことないですよ。そのジャイアンツの最終戦、はい、横浜との、はい、ベスターズとの最終戦で横浜の誰かがですね、ショートゴロを打ったんですよ、うんうんうん、宮崎だったか誰だったかがショートゴロを打って、うんうん、カメラがそのジャイアンツのショートを捉えたんですけど、うん、あ、これはまずいと思ってすぐカメラはファーストの方に、カメラスイッチの人がファーストに変えました、うんうんうん、今あのショートの人なんか映しちゃいけないみたい。やかましいわ。そんなわけない。あれ誰だった、中山だったかな。無理です。違いますよ、中山って俺に言わせようとするんですよ。高卒3年目の坂本勇人かな、同姓同名の。違いますよ、いましたね、もう一人いるんですよ。あいつも気の毒なやつですよ、ね、はい、そういうネタ作ろうかなと思いましたもん。でもその誰がね、そのショートの巨人ファンじゃなきゃ分かんない人が打席立つと、はい、カメラがロングで引くんですよ、やっぱり、うん、センターカメラに。そうでしょ、だって今映しちゃいけないんですよ、アップに。そんな気遣い、ね、野球中継でそういう感じで見てましたけどね。でもちょっと楽しんでるんですか。まあ最後までなんかね、ちょっと巨人は、うん、まあ、コーチがでもだいぶ変わりましたね、はい、今年。あ、そうね、うん、だからコーチを変えて、コーチがね、また安倍さんに、安倍さんになってね、デーブさんも招聘してね、入ったりとかね、アーナさんも入って、ほんで監督が留任なんで、うん、締め締めと思って、ね、なんでですか。今まですごいんですか、実績。原監督結果出さないとこうやっていじられますよ、ね、原監督が日本一になってやっぱりその最後こう辞めるっていうところは見たいですよ、僕は巨人ファンとしては。うん、ただやっぱりこのもう外国人のポランコとウォーカーがもう当たったから、それ以上の選手の補強はなくて、あとは日本人の若手をこう出してもらいたいですね。来年は増田陸とか中山ライトとかね、うん、あれこの間、はい、ポランコが下ネタかと思ってたって言ったの加賀谷でしたっけ。ああ、誰かが言ってましたね。聞いたもんでしょ。しかもポランコって花さんどんな下ネタ言ってんだろうって思ってた。ほん、今年一笑ったかもしれない。かわいそうでポランコが自分の名前なんですから。ポランコって言ってるだけなんだね。はい。足だね、うん。香川のうどん屋の。これ何なんですか。三代目。なかったんですけど。谷川米国。ね、もう本当にあの、はい、あちら行く、あの香川行くと、うん、まあ、そこここにいい。サヌキうどんの店があって、もうあちらの方も朝から、うんうん、ま、あの 駅にうどん屋さんがあるとか、そこに朝人が行くってならまだ分かるけど、はい、普通の街中の、うん、おうどん屋さんが、はい、に朝からみんな食べに行くっていう、うん、全然食文化が違いますよね、うんうん、まあ、そんな中の名店なわけですから、もう黙っててもお客さんが来るようなお店でしょう、うんうん、そこの3代目が大麻所持って、ね、なんかあのこの間のね、うん、あのくず餅屋さんの8代目となんかダブル部分ありますよね。もう普通、まあ、そうやって後継いだらより発展させなきゃいけないっていうことで頑張る、むしろ後継ぎが多いと思うんですけど、そこにあぐらをかいちゃうとどうせうち流行ってるしみたいなね、そういうあの困った後継ぎやらかしたなと思いますね。これね、さぬきうどんってコシの強いおうどんですよね、はい、その3代目がコシに縄をかけられちゃいけない。コシになかったよ。同じ白い粉でね、同じ白い粉で一緒にタイマー違うの。わかんないけどタイマー違うの。クソ、タイマーだったか、間違えたな。惜しいなじゃない。惜しいなじゃないです。ねえ、ほんと、なんかそういう活動とかもされてたのかね、わかんないけどね、うん、普通のうどん屋以外にもなんかやってたのかね、そういう活動って。わかんない、なんかそういう悪い人が今所持ってなんかね、なんでどこからそれもらうんだろうみたいな ね結構その都心部から離れたところにね、またあるところですけど、ね、本当にそんな、なんでこんなところのお店が流行るのみたいな。でも、うん、地元の評判のお店ってもみんな集まる、本当にあの三代目が行くと面白いなと思いますけどね。残念なね、はい、ということで、はい、1週間のニュース、ヤクミツルさんと一緒に振り返ってまいりました。ヤクさんにはこの後もお付き合いいただきます。
TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送47分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、お願いします。はい、お伝えします。アメリカの先月の雇用統計が発表され、バイデン大統領は先月は26万3000人の雇用を生み、失業率は 3.5% で歴史的に低い水準を維持しているなどと述べて、アメリカ史上最も早く雇用を拡大させたとアピールしていますが、予想を上回る雇用の増加と失業率の改善は、FRB が大幅利上げを何度も繰り返したにもかかわらず、インフレ退治が思うように進んでいないことを鮮明にしました。FRB は来月の会合でも 0.75% の大幅利上げに踏み切るという見方が強まっていますので、ニューヨークのダウ平均株価は一時700ドル以上値下がりし、終値は再び3万ドルを割り込みました。またインフレ対策を最優先課題に掲げてきたバイデン大統領の支持率は 40% 前半と低迷したままで、1ヶ月後に迫ったバイデン政権の苦戦が予想されています。安倍元総理大臣の銃撃事件は今日で発生から3ヶ月となりました。事件を機に自民党を中心とする政界に、かつての統一教会、世界平和統一家庭連合が浸透している実態があぶり出されました。岸田総理は自民党と教団との関係断絶などを表明していますが、野党は世論が賛否に二分された国葬の問題と合わせて追及を強める構えです。ところで、今月15日に行われる安倍元総理大臣の山口県民葬の内容が決まりました。主催するのは県や県議会など7つの団体で作る葬儀委員会と安倍家などで、費用は6300万円、自民党側なども費用を負担するため、山口県が実際に支出するのは半額程度になる見通しです。この県民葬には海外からの出席者を含めておよそ2000人が参列する見込みで、細田衆議院議長ら4人が追悼の辞を述べ、遺族を代表して妻の昭恵さんが挨拶するということです。ニュース以上です。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤義則さんでした。 TBS ラジオ公演20回開催記念スーパードリームレイクコンサート、11月3日茨城県水戸市千葉湖畔の野外特設ステージで、ソルト&シュガー水野麻里ほか多数出演。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。経営者になって気がついた、社員を守る大切さ、そして難しさ。だから選んだ安心財団。怪我の保証に快適な職場づくりの補助金、福利厚生まで充実。社員の日常をしっかり守れるのは中小企業にはありがたい。安心財団。時刻は9時50分です。ここでハトバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の桜井園子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは海老名サービスエリアで25キロ、1時間30分、つぶらのトンネルでは20キロ、1時間20分、中央道は下り八王子インター付近で24キロ、2時間近く、その先富士のパーキングエリアでは17キロを40分、圏央道は内回り日の出インター付近の菅尾トンネルでは事故のため6キロ、通過に45分、八王子ジャンクションでは両方向10キロ近く、外回りはその先、関越道と交わる鶴ヶ島ジャンクションで9キロ25分。関越道下り、高坂サービスエリアでは25キロ1時間以上。東北道の下りは蓮田サービスエリアで17キロ45分です。一般道神奈川県内の国道135号は真鶴料金所付近、横転事故のため片側交互通行中、下り断続3キロ半です。警視庁から以上です。桜井園子さんでした。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は10時23分頃お伝えします。俺の宝物、大型二種免許。ハトバスの路線バス運転士募集に応募してみたら。路線バス？ハトバスは都営バスの一部を運営してるの。チャレンジしたい。大型二種免許をお持ちのあなた、ハトバス路線バスでぜひ検索を。地域に根ざして笑顔を運ぶハトバスです。
時刻は9時52分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、ここで放置機がお送りする天気予報です。気象予報士の池田沙耶香さん、今日はお天気持ちそうですか？そうですね、うん、4日ぶりの日差しが期待できそうです。そうなんだ、長かった、はい、赤坂はね、まだ曇っていますけれど、うん、今宇都宮など北部からだんだん雲が取れてきています。晴れてくるんだ。お洗濯物溜まっているという方、今日は外干ししても大丈夫そうですね、うん、ただ早くも再びお天気下り坂に向かいまして、うん、明日の昼ぐらいまではお天気持つんですけど、明日の夕方には雨が降り出してきそうです。3連休半分は雨。そうなんですよ、うん、明後日スポーツの日ですけれど、昼ぐらいまで雨で、うん、沿岸部とかちょっと雨足の強まるところもあるかもしれません、うん、あの次の雨は最高気温24度前後なので、うん、あの昨日までみたいな冷たい雨ではないんですけれど、ちょっと外で体を動かしたいという方は今日か明日の午前中ぐらいまでがおすすめです、うん、はい、わかりました、ありがとうございます。気象予報士の池田沙耶香さんでした。総合防災メーカー放置機から住宅用火災警報器についてのご案内です。感知器がピッと鳴ったら取り替えてというサインかも。お早めの本体交換をおすすめします。安全安心を提供する放置機株式会社。ディスカウントストアビッグ A、 ビッグ A とアコレでは8日から14日まで岩塚製菓の商品がお買い得。笠原雅宏さん監修、薄口醤油で味付けし優しく香る柚子風味に仕立てた黒豆せんべい U1 焼き仕立て醤油味、お買い物はビッグ A アコレへ。時刻は9時54分です。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。この時間は常連さんの薬満さんと一緒にお送りしております。薬さん、先ほどちょっとね、うん、オープニング話題になってた寿命の動物の寿命の話なんですけど、うん、一番寿命が長い動物。そんなに詳しいわけじゃないんですけど、はい、イメージするとゾウガメがやっぱり一番長く生きるのか、魚はどうか分かんないんですけど、はい、ゾウガメは平均で100億超えるって、今生きてる個体で200個超えの個体もいるんだっていう話です。やっぱりカメなんだ、すごい、ゆっくりな動物がね、長生きするんですよね、動きがね、新陳代謝がゆっくりしてる方がって聞きますよね。何食べるんでしたっけゾウガメ。キャベツ食ってました、うちの見た個体は。キャベツ、ガラパゴスで見た個体は、はい、基本草食ですもんね、木の葉っぱとか食べますから。そうだ、食べて200年か、すごいな、すごいですね。今日犬の話なんですよ、うん、犬飼ってたことあります？ヤクさんは、あります、はい、あの電子実家ですけどね、まあ、実家に同居してた頃、電子地親分、電子地っていうのをかわいい名前電子地親分みたいに町民から愛される存在になってほしい、うん、で古文の猫がかんざしの文字古文が猫だったんですか。何か設定つけますね。文字ってのは電子長屋文の古文ですね、うん、藤川矢之助が演じていたね電子取り物、ね、犬と猫を飼って、はいはい、そうやって電子と、つけてたんだ。まあ、今でもあのお墓は親の墓と同じ敷地内にあるのでお参りしてますけど、うん、犬の散歩とかもじゃあ連れてったりしたんですか、まめに。あ、もうほとんど親父の仕事でしたね、はい。ですから電子なくなってもすぐ親父も他界しましたので、うんうん、そうか、なんかね、相撲部屋とかって犬飼ってたりとか、これは有名なのはね、荒汐は猫だ、荒汐猫だから、うん、犬はあんま聞かないか、猫なんか有名ですよね。あ、そうなんだ、犬飼ってる部屋とかあるかな。なんか大体猫に今持ってかれてますもんね、そういうなんかこう、あ、やっぱ猫人気が強いんですか ね猫駅長とかさ、いらんか、猫駅長とか園芸ホールの、あのあジロリとか、ジロリとかさ、あ、うん、なんだろう、猫強いな俺犬派だから犬飼ってるし、犬派か、へ、まあ、犬派猫派っていうのもあるかもしれない、うん、そう犬可愛いですよ本当。メール見ましょうか、はい、犬の話ね、うん、結構来てますけど、うん、ラジオネーム小生さんですね。私は名前に大という漢字が含まれる人がいるととにかくちょんとやって犬にしてやりたくなります。なんでホワイトボードや書類に台を見つけるとこっそりいたずらします、うん、そして誰が犬やと叫ぶ本人を見て北総 M、うん、ですがもう会社では犬沢犬の、
そっか、オス犬か、雄大がオス犬になるんですね、しかも本当だ、またアイツカードマークされています、うん、私の夢は博多犬基地を成立させることですが、世界が違うので目標達成できそうにあります。犬谷翔平、うん、あら、うん、犬谷翔平さん、犬谷翔平、いいですね、犬坂直美、そうそうそういっぱいで制服できそうですね。そうですね、胴大っていう字はいっぱいあるから ね、うん、なんか 太りにしたいけど、そうね、真ん中にちょんでね、太いって字でもいいです、ね、うん、ああそうだね、なんで大きいにちょんで犬なんだろうね、そうそうね、漢字の成り立ち的にはね、どっから来てるのか、ちょんは何を表してるんでしょうね、ありますよ、ね、これは象形文字なのかな、あ、象形文字なの、ああなんだろう、耳かもしれないよ、はい、ね、ああ、うん、そうかもしれないですね、犬、犬という字、うん、犬という字、博多犬吉さん途端に可愛くなりますね、途端に可愛くなりますやっぱりね、考えちゃいますね、なんか他になんか、うん、一番ハマる人は誰だろうそうだね、それこそ犬のコンビにだ、あのいないのかね、王がつく人はね、大っていうのをつく人、あ、今日のね犬っていう、そうだね、うん、あコンビ、まあ犬の情報が全然わかんないからヒゲしか知らないから、ね、今夜期待しましょうね、はい、はい、ヤクさんありがとうございました、ありがとうございました、お願いします。さあ、この後10時からの中継コーナー、渡辺俊アナウンサー登場です、お楽しみに。チャキチャキリポート、東京潜入大作戦、 TBS の渡辺俊アナウンサーが東京のいろんなスポットから中継リポートをお届けします。はい、早速読んでみましょう、渡辺くん。はい、今日は東京都江戸川区東篠崎にあります江戸川区スポーツランドアイススケート場に今日は、はい、お邪魔したいと思います。今ちょうど入り口で10時から今日一般開放ということでちょっと中に入っていきます。はい、でこのアイススケート場に来た理由としましては、うんうんうん、今週3連休ということで、あさって月曜日が祝日、スポーツの日ですね、うん、はい、ですのでスポーツに今日はちなんだ中継をやりたいということでお邪魔します、うん、中に入ってスポーツの、ま、魅力はたくさんありますが、やはり失敗してしまうことがスポーツから離れてしまう、そういった、ね、理由があると思います。今日はこのアイススケート場で転んでしまった人にハッピーチャンスと称しまして、うん、失敗すらもハッピーに変えていきたいと思います。ハッピーチャンス、はい、でその失敗した転んでしまった人にどうやってハッピーになってもらうかというと、うん、はい、Amazon の5000円、うん、5000円券、最高、これ、ね、すごいじゃないですか、すごいめちゃめちゃハッピー、ちょっと額多くない、5000円すごくない、やはりお金に勝る喜びはないと我々判断いたしまして一番嬉しいよ、これでハッピーになってもらおうと、うん、今中に入りました、もう、あ、広いですね、で、あのアイススケート場ということでかなり寒いです、うん、マイナスもないか、マイナス5度から10度ぐらい、でも寒いよね、うん、かなり、うん、あ、そう、一気に息がね、これ、うん、息が白くなるぐらいですかね、ギリギリ、そうか、ちょっと格好で10時オープンなんですけれども、もうすでに小学生ですかね、小学低学年ぐらいの女の子が5、6人滑ってますね、今飛んでスピンとかもしてましたけど、これは一般の人なんですかね、どうなんでしょう、この時間に来る子たちはスピンやってるのは上手なんじゃないですか、はい、2回転ジャンプぐらいしてましたけど、絶対できないよ普通の人は、今日はこのスケートリンクに来た方、うん、もし滑って転んでしまった方にちょっとね、ハッピーになってもらおうという中継、うん、私もリンクの上に立ちたいと思いまして、靴をお借りしました、できんの、私山形県雪国出身で、スケートはちょっとはやったことあるんですけども、そうなんだ、なあら、ということで、おそらくよちよち歩きになりながらの中継になるかと思います、はい、靴を今履いています。でこのアイススケート場縦60メートル、横30メートルほどで、うん、まあ、かなり屋内スケート場としては広くて、うん、でこの江戸川区立のスケート場なんです いいね、この区立というのが、うん、まあ、区が運営しているということで非常に料金が安い、うん、で都内唯一の、あ、都内じゃない、23区唯一の区立スケート場ということで、まあ、多い時には4000人ぐらい1日に来るってお話されてましたね、すごい、すごいね、まあ、ピークの前12月1月2月で安さが特徴で、一般の料金が、まあ、入場が520円で靴借りても320円で1000円ぐらいで、いいですね、もう一日中ほぼいられちゃうというね、そういったのが魅力でございます。今もね、だいたい20歳前後の方ですかね、20歳ぐらいですか皆さん、
前半から後半くらい20前半から後半男女の5、6人のグループでね、いらしてる方もいまして、うんうん、皆さんはスケートの経験あります？3人か3人何初めて怖いね。あ、そうですか。今一緒にね靴をあの履いているところなんですけど、我々嬉しいよね。靴履きながら会話してますけど、まあ今日はそのね初めてという方、まあスポーツの失敗、そういった転倒もねハッピーに変えていきたいと思いまして、初心者絶対転ぶけどな。そう、転びますよね。どこに力入れていいかまず分からないですよね、スケートってね。皆さんは経験あるんですかね。あるある。一応ねありますが、全然できなかったことあるけど、そうです、ずっと壁にいるか転ぶか、そうどっちかだと思う。転んだり、やる前はできるかなと思って履いた瞬間に、あ、これ無理だなって思う、ね、なんだろうね、降りてる前にね、うん、分かっちゃうんでね。ちょっとねあの特殊なちょっと筋肉の場所、部位とかも使うのでね、そう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 、スケートというのは難しい印象がある、ね、うん、私も今日は機材を持ってのスケートなので、壊さないようにね、より一層。あ、では氷の上に入らせていただきます、うん、失礼します。あ、今氷の音聞こえるでしょうか。聞こえます、うんうんうん、滑ってるというか滑っております。砕いてすわ、すごいなんかスーッと音じゃないよ、なんか全然うん、あ、結構怖いですね。あ、でも結構滑ってるっぽい。結構怖いですね。今30メートルぐらい直線にして進みました。すごいじゃん。やっぱ怖い、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 怖い。なんかね転ばないでよ、本当マジで気をつけてよ。機材があるので、この機材はあの100万円以上するので、私が転んだら、5000円のギフトカードを上げている場合ではなくなるので、これは気をつけたいと思います。うん、で今、ちょうどスケートリンクの、まあ、後方のあたり、うん、来ましたが、まだね、あの、先ほど靴を履いていた、ちょっと初めてという方がちょっと一番チャンスかなと思うので、今いる子たちはもう上手いんでしょ。今いる方々はね、15人、20人ぐらいいるんですけど、うん、あ、今スピンをしました。小さい男の子。すごいね。1回転半ほどのスピン。え、ね、子供が？子供ですね。おそらく教室に通われてる子供かなと思うんですけれども。それで、よちよち歩きで壁を、あと3回転ぐらいしたんじゃないですか、今の。3回転半ぐ、トリプルアクセルぐらいしてたんじゃないでしょうか。確実にもうそのレベルってなんかそうだね、相当レベル高くないかな。相当レベル高いですね、うん、この初心者の方ですと、この手すりを使ってね、うん、ここにあるんですけど、これを使ってこう、よそよそ歩くというのがやはり一番ね、うん、分かりやすいかなと思うんですけど、皆さんね、この氷の中心だったり、うん、あとはこのコーンが置かれてました、赤いコーン、うん、で外周のような内周、うんうんうん、内周のようにこう丸くね、コースができてるんですけど、そこをね、スピードよくね、皆さん、滑ってるの通りますね。で、真ん中ではスピンの練習などもしているという状況。うんうん、今のところ誰も転んでないですか？ね、今のところね、誰一人転んでないですね。私も全体くまなく見渡してるんですけれども、うん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 、転びそうな気配、あーっと転んだ、あの子転んだけど、距離にして、遠いの40メートル、あれ遠い、いけいけいけ、あ、立った立った、いけいけいけ、すぐ立って、お母様から今ね指導を受けておりました。すぐ立ってまたスピンの練習をしております。あ、スピンの練習するような上手い子が転んじゃったんだ。そうですね、このスケート場、本当に有名でして、うんうん、織田信成さんなんかも過去にね、練習に使われていたり、あとは荒川静香選手、もう荒川静香さんか、荒川静香さんなんかもここでいらしたことがあるということで、そのスケート場の入り口にはサインなんかもあったりして、まあまあかなり歴史があって非常に人気の施設ということなんです。で、このスケートリンクの氷というのが、まあこれオフシーズンになると全部溶けてなくなってしまうので、だいたい1日0.5 ミリから1センチほどずつ薄く水を凍らしていって、でも5センチぐらいの氷の厚みができるとスケートリンクオープンということになるらしいんですけれども、大体でも10日ぐらいで5センチぐらいの氷はできるなんておっしゃってましたね。さあ、そろそろお話を伺いたいところでありますが、転ばないでしょ。皆さんにお上手で、お上手ですよ本当に。ねえ、俊くんはどこでスケートやってたんですか？校庭とか山形で。校庭にスケートリンクはありませんね。山形市の寒くない、市営のそういうスケートリンク場があったんですね。落合総合スポーツセンターというところ。山形事情っぽくて申し訳なかった。失礼しました。木は積もるでしょうけど。
何でしょう。よかったらいいですか、この子。あ、ラジオ聞いてきました。あ、リスナーさん、はい、あらあら、リスナーさんが来た。すごい、わざわざ。おいくつですか、お子さんは。2歳です。2歳、2歳。ですか、スケートは好き。そう、スケート初めてだよね。スケートグッズ履いてんの今ね、うん、ちょうどスケートリンクに入るところと、うん、その手前の階段の位置にリスナーさんいらっしゃるんですけど、うん、じゃあ滑ってください、お父さん。あ、僕、お父さんは滑れんのかな。お父さんは滑れない。はい、よかったらいいですか。あ、2歳の娘さん、どうぞ滑ってください。おいでおいでおいで、滑れるんだ。気をつけなよ。興味津々そうにこの真っ白いフィールド、お嬢さん、楽しそうな、氷を見つめておりました。怖くないね、偉いね。何でしょう、2歳だよね。どこからいらっしゃるんですか。江戸川区です。江戸川区、小岩から来ました。あ、小岩からすぐ近く、はいはい、この篠崎というのは本当すぐ南に行きますと、うん、もう浦安市ディズニーランドがありまして、うん、はいはい、ちょっと北に行きますともう市川市、まあ、千葉と東京の県境の位置なんですね、うんうんうん、ですので小岩からいらしたこのお父さん、よく来るんですか、ここは。いや、初めてです。そうか、ラジオ聞いて、ね、聞いて、1年半前に、うん、新築のお祝いで、うん、はい、あ、私行きました。はい、本当になんか覚えてるよ、はい、覚えてますか、ね、新築のお祝い、はい、インターホン越しですか、ね、そうです、そうです。インターホン、そばの食品サンプルいただきました。あ、なんかあったな。ありましたね。 あらあらあら、そばのね。そうね、なんと、その時じゃあまだちっちゃかったんじゃないの、女の子も。その頃はじゃあお子さんは1歳、一歳もう行ってない、一歳ぐらい。下の子はいなかったです。本当、そうだよね。あ、泣いちゃってる、大丈夫。あらあら、ちょっとすみません、手こずってるんで。ね、スケート靴履くのにも割と時間かかるね。じゃあちょっと待っててくださいね。私この間にもちょっとスケート場を見て、転んでない方がいるかどうか。ただね、そばの食品、スタッフがね、あ、今転んでる方いらっしゃいました、うん、いました、真ん中に。間に合う、女性の。私向かいます。頑張れ。前に向かっております。ただこれ邪魔にならないように。アマゾン詐欺だろこれ。結局髪の毛を入れたマスク姿の、あげませんでしたで終わるんだろ。中学生ぐらい。お母さんですか、トレーナーさん、インストラクターさん。あ、こんにちは。こんにちは。 TBS ラジオなんですけれども、今インタビュー大丈夫、大丈夫ですね、ごめんなさいね。今転んでしまったね。今何の技してたの。キャメルスピンやってました。キャメルスピン、キャメルスピンってどういう技。足を、お尻と同じくらいまで足を上げて、絶対無理だな、回る。フィギュアの、フィギュアスケートをやられてる。はい。おいくつですか。13歳。13歳、中学1年生。はい。あら、何年ぐらいやってんの、フィギュアスケート。7年。うわー、7年。じゃあ小さい時からだ、本当に。でも今転んでしまったよね。転ぶのはどう、恥ずかしい、痛い。痛いです。痛い、ね、痛くて立ち上がれなかった今あんまり。そう、今はちょっと抜けちゃって。抜けたってどういうこと。なんか、あ、いいよ、全然いいよ。何、抜けたってどういうこと。足をこう、力が、足が、あ、エッジが、なんかエッジが抜けたって、なんか空振ったみたいな感じ。氷の上捕まえられなくて。そうか、で今日我々スポーツの日があさって祝日であって、ちょっとスポーツに失敗がつきものじゃないですよね。ね、で失敗をちょっと笑い、ハッピーに変えたいなと思って、うんうん、別にあなたの今転んだのを失敗と言ってるわけじゃないんですよ。そういうわけじゃない、そういうわけじゃない。ただ失敗してもハッピーにいたよねということで、うん、もしよかったら本気でモノマネをしていただいて、そしたら5000円の、5000円ですよ、5000円のアマゾンのクオカード差し上げたいと思うんですけどね。恥を捨てて、いらない、5000円いらない、うん、ちょっと本気で関係ないじゃん。いらないか、練習中なんだから。じゃあ、無条件でいいや。ありがとう。アンハッピーになったよ、ね、今ので。無条件で渡すだけだよ、本当に。転んだ。でも、その転んだのは決して無駄じゃない。うん、ということで、こちら、ちょっと中開けてみて。はい、え、封筒を渡しました。何これ何、どうした、アマゾンの。アマゾンのクオカード、いくら分だと思う。これは、5000円分なんです。はい、5000円分のクオカード差し上げます。それはそれであげんのかい。頑張ってください。それはそれであげんのかい、うん、何だったの。これは500円ぐらいしてくださいよ。本当に
本当はモノマネ無茶ぶりしてやったらあげようとしてたんだ。本気のモノマネをしていただきたいというところだったんですが、ちょっとなかなか難しそうだったので、もう転んだ直後で彼女のけなげな姿に免じまして、もう流れも何もないじゃん、急に急にわけわかんないじゃん、そのそうなんですね、私も今ね表情の上で生まれたての小鹿のようになっておりまして、何を言ってんの、結構いっぱいいっぱいになってるところはありますか。しゅんくんも一人で上がってるわけでしょ今。落ち着いて、今一人です、完全に。スタッフが上がれないからね、リンクに上がらずに。そうです、スタッフはなんか談笑してますね今。談笑してちゃダメだろ、やめなさいよ。ベンチで談笑してます。あ、先ほどのちっちゃい女の子、しゅんくん大変だね、自分で回って自分で渡してさ、戻りました。うん、さあ向かっていきます、機材持って。あ、吐き合いました。あー、どうも。おじさん、おじさんと吐き合いました。あ、吐きました、すみません、吐き合いました。僕はちょっと吐けないんで、子供抱っこして。あ、そうですよね、子供だけでも、はい。どう、立ってみて、お名前なんでしたっけ。ソアンちゃんです。ソアンちゃん、ソアンちゃん、ソアンちゃん、でもしっかり立ててるね、リスナーさんの。うんうんうん、ミサイの。え、滑ってんの。ソアン、ソアン、滑れるんですか。あの、初です。え、初めてですね。初で滑れたら天才じゃん、もう。お父さん手繋がなくて大丈夫。今お父さん手繋いでるんですよ、右手をしっかりね。そうだよね、お父さん手を離さないでね、立ってはいるんですけど、ちょっと滑るのは難しいかな、そうです、僕がちっちゃい子抱っこしてるので申し訳ありません。ちっちゃい子もいるんだ。なんか、ソアン、ジャンプできる。ピョンピョン、ピョンピョン。できないよ。あ、押してるし、えぇ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ソアンちゃん、ジャンプしました、ソアンちゃん。嘘、すごい、すごいね、運動神経いいんだ。すごいね、お父さん、右手支えながらですけれども、ジャンプしました。勇気あるな。んでできるの、初めてできるの。ジャンプジャンプ、お父さん、初めてにしたらおかしいでしょ、なんかその展開。どういうこと、一回やったことあるみたいな。大丈夫、やったことあるぐらいのジャンプですね。あ、渡してくれた、笑顔も見えました、スワンちゃんに。スワンちゃんはもともと結構活発なの、運動神経いいの。運動とかやってるんですか。何もやってないです。なんでだよ、何もやってない。すごいですね、全部意味わかんないんだよ。ちょっと将来有望じゃないですか。先ほど靴を履いていた一般人の方が今、スワンちゃんかなり姿勢悪く滑っております。手を叩いて笑っております、ハの字で。転んでくれたらお話を伺いに行けるんですが、そっちの、ね、男女5人は転びそうだよね。転ぶよ絶対、かなり転びそうですよね。まあ、転ぶ待ちというわけでね、転ばなきゃうまくなんないんだよね多分。初めてですかお兄さん、宇宙席もっとスピード出してチャレンジした方がいいですよ。転ばせようとしてコツが分かんないからな、やっぱり、やはりこの姿勢が悪く、なかなか慣れていない人はこの手すり沿いを皆さん滑っておられますね。へっぴり腰になりますしね、へっぴり腰になって、ただ徐々に人数が増えてまいりました。今だいたいこの30メートル60メートルのリンクに60人ぐらいはいるでしょうかね、もうめちゃくちゃ人数、結構な数になってきました、ね、3連休ね、この内周円を皆さん、円のこのコーンに沿ってスケートリンク滑ってるわけですけれども、その人数が非常に多くて列が途切れないようになってきましたね。すごいすごいすごい、みんな前に転ぶ人見つけてくださいね、皆さん。もう一人、もう一人ぐらいいないかな。転んでっていうのもね、私も滑りながらちょっと探しておりますが、どう考えても痛いからね。そう、絶対転びたくないって思いで、そろそろ滑りますもんね、転んだらもらえるのにね。ガチ勢の方がね、さっきみたいに技挑戦するから、転んだという失敗は別に恥じるものではなくて、ハッピーの、ね、きっかけであるということを我々 ね伝えたくて今やってるわけなんですけども、このことは一貫してそれを言ってるわけでしょ、世の中に対して失敗してもいいよっていうことを言ってるわけだもんね。多少の失敗はね、多少の失敗はもうね、ハッピーに変えていきましょうよということね、ただアマゾンの5000円券にそこまでのハッピーの効果、今のところ感じられておりません。お金に勝るハッピーはなしと我々考えておりましたが、さっきの人は喜んでたよ。モノマネを無茶振りしたことでちょっと驚いてたけど、モノマネ、そう、何かね、やっぱ対価をね、それを言っちゃうとダメなんだよ。対価が欲しいなと思って、ただであげたくないみたいなのが、失敗した罰ゲームみたいなつけちゃってるからね。やばい、音楽が鳴り始めた。誰かチャレンジしてる人はいないのか。そう簡単には転ばないか、もっとみんなめちゃくちゃ転ぶイメージだったもんな。スケート2回転半ぐらいしてた4人組の何年生、皆さん。小学3年生。小3。スケート歴は4年生、スケート歴何年ぐらい。4年ぐらい、じゃあもうそんな転ばないか。俺も4年ぐらい。4年ぐらい、じゃあ転ばないよね。転ぶの難しいんだね。そっか、
でも5000円欲しくて来た、もしかして。やめなさいよ、こんな変な人いないもんね。やめなさい、無垢なね。ちょっと転ぶ人いないから、どうだろう、誰だ。しゅんくんがもうチャレンジする、回ってみる。そうだね、しゅんくんキャメルスピンにチャレンジしてみたら。私がキャメルスピンすると機材がね壊れてしまいまして、100万円の負債を私が背負うことになるので、ちょっと厳しいから。本当は森安さんにやってもらえばよかったんじゃないの。森安さんにさ。そうですよ。そうですね、スタッフにチャレンジしてもらった方がよかったかもしれない。森安さんに5000円あげたくないんでしょ、しゅんくんは。絶対嫌ですね。そんなこと言わないで。それなら機材を壊した方がマシでございますよ。仲良くしなさいよ。ピリピリしてるからね、いつもこの2人は。皆さん、チャレンジして失敗すること大事です。では、はい、終わりです。いや今日の中継のチャレンジお疲れ様でした。お疲れ様でした。準備したいお願いしますね。以上、チャキチャキリポート東京潜入大作戦でした。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。おっと、早い早い、次から次へと目にも止まらぬ速さで通過していく。見事な読み取り、丁寧なハンドリング、やはりこれがプロなのか。感動のフィナーレまであとわずか。これはスーパーのレジさばきの話です。ジェーンスー生活を踊る第4回スーパー総選挙開催中。あなたの好きなスーパーのおすすめポイントを添えて一票投じてみてください。投票はスーパー総選挙の特設サイトから。締め切りは10月19日水曜日までとなります。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。チャキチャキテレフォン聞いて聞いて。時刻は10時27分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここからは我々ナイツに生で話をしたいリスナーさんと電話をつなぐチャキチャキテレフォン聞いて聞いてのコーナーです、はいはい、さあそれでは早速今日のリスナーさん話聞いてみましょう。ラジオネーム生子さんです。もしもし。あ、もしもし、生子です。お願いします。お願いします。はい、お願いします。お願いします。今日は何を聞いてもらいたいんですか。はい、今日は、モグライダーさんについてのお話をしたいです。なんだそれ。モグライダー？なんだそれ。はい。はい。モグライダーのともしげさんについてなんですけども。はい、はい、はい。先月松戸で行われた、ナイツさんも出演されたライブに、うん。はい、行かせていただきまして。え、行きましたね。はい、はい、はい、はい。松戸。その時見た、トップバッターのモグライダーさんなんですけど、うん。どこまでともしげさんは、ネタで、あの感じ、どこまでネタ、でやってるのかな、うん。と思いまして、うん、やっぱりこう M1 とかで時間制限のあるネタをやる以上、うん、こうあたふたしてる感じを、うん、なんていうんですかね、制限時間内でやらなきゃいけないので、うん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 、あれはネタなのか、なるほど、本当にあたふたしているのかっていうことなのかなっていうところが、まあ、ある程度こう意図的にやってるのか、逆にね、俺もわかんないんだよね。ね、なんかあんまりネタ合わせもしないらしくて、なんか、だから、なんかあれなんでしょう、そういうやり方らしいね。なんかアドリブで言わせて、なんかね、俺が楽屋にいた時に、ともしげが、ねえねえ、千葉君、何やんのとかって追いかけてた感じだったから。教えてあげないんだ。うん、なんかあんまり、なんとかでいいよねみたいなことを言うんだけど。それも芝くんがなんとなく、うん、今日はともしげ何分前にネタ、教えたらいいなとか。だってあるみたいだよ。そうなんですか。なんかハライチとかもなんか、澤部にギリギリになって教える。ああ、そっかそっか。ただハライチの場合は6分やってたからね、去年ね、もう。M1 でね。だからそうなっちゃう可能性があるってことだよね、生子さん。だから同じネタでもなんかちょっと違うなっていう感じだよね、うん、見てると。ああ。そうなんですね。だから俺はなんとなく、そのこの前も言ったんだけど、ちょっとともしげを観察して分かったのが、はい、首があんまり動かないときは、本当に間違えてるとき、はい。あ、それはわざとのときです。わざと間違いに言ってるとき、うん、わざと間違えてるときは、首が少し動かないです。首にヒントがあるんじゃないか。うん、本当に天然で言い間違えすぎて、こう、なんかちょっと体が揺れるっていうところは、生子さん今度見ていただきたいです。ああ、これはちょっと注目して、はい、見ていきたいです。メンタリストみたいな見破り方ですね。そんなとこ分析しなくていいんだけど。いや、一回だけだから統計学がわかんないけどね。一回だけだったらわかんないでしょ。そっか、じゃあ、トップバッターでね。でも気になったんだ、モグライダー。
あ、はい。面白かったでしょ。あ、面白かったです。はい。会場も、はい。何のネタやってたんですか、モグライダー、ちなみに。その時は、田原俊彦さんってサプライズが下手そうですよね。あの、ハッピーバースデーの、そのネタですね。いや、どんなネタなの？タイトル面白そう。何の時事ネタでもないしね。田原俊彦さん。関係ないもんね。サプライズ下手そうですよねっていきなり言うんだよね。はい、面白かったです。面白かった。はい、田中さんは誰をお目当てに松戸の会に行かれたんですか？生子さんは、うん、あ、もちろんナイツさんと、うん、あとドブロックさんを見たくて、はい、ドブロックの下ネタもすごかったでしょう、ね、やっぱりライブだと。ドブロック面白かったですね。はい、ドブロック、テレビより新曲、菊の花歌ってました？菊の花を歌ってなかった。菊の花じゃないか。ないんだ。まだ聞いたことないんだ。菊の花、新曲。新曲、菊の花、ちょっと見たような。あ、そう。もう、とてもラジオじゃお伝えできないネタが。うん、言葉にできない。ひどいネタ。営業だと最近やってますからね。うん、あ、そうなんです、ね、ただめちゃくちゃいい曲ですから。はい、うん、そうなんですね。見てみたいです、はい。まただからね、見に来てくださいよ。見に来てくださいよ。もうぜひ、はい、ぜひ。他に誰がいました？営業の。その時は、ゆめちゃんですとか。あ、はいはい。はい、あと、吉住、四千頭身さん、そうですね、吉住さんもいらっしゃいましたし、はい、そのじゃあ、そっか、お笑いがすごく好きな、明日の水戸と同じメンバーでね、本当、そうそうそう、ああ、そうなんですね、そうそう、今日のさ、キングオブコントあるじゃないですか、あ、はい、もちろん見るじゃないですか、生子さんも、もちろん、はい、います、もう誰が気になるの、はい、あ、僕はビスケットブラザーズさんを、はい、ビスケットブラザーズ、これはなぜ応援してるの、うん、ああ、なぜ、やっぱ面白いからですか、ね、あ、そう、僕は、はい、面白いなと思って、結構笑いは好きなんですね、そうですね、結構、はい、好きです、ね、大学生かなんかなんですか、あ、いや、今社会人なんですけども、おいくつですか、はい、今25歳で、若いよね、若いね、はい、そうですね、まあ今なんとか若いと言っていただいて、なんで生子なんですか、やっぱ佐野涼子さんですか、名前、いや古いな佐野涼子さん、まあ、分からなくて、竹豊ジョッキーちょっと分からないですって言われてますよ、分からないですから、分かんない、はい、名前をこう省略して生子です、あ、そうなんだね、はい、あ、ずっと、はい、生子でやってますね、笑い好きということで、はい、ちょっとこの後のあれですね、11時台のモグライダーのコーナーも楽しみに、はいね、はい、楽しみにしております、ね、それがわからないとこがまたすごいとこだね、そうだね、あ、そうですね、楽しみさん面白いですよね、すごいよね、直子さんありがとうございました、また入院してきてください、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、どうしても聞きたかったんだからね、そうだよ、そう、気になることだよ、なかなか、あれ、なんなのあの人たちと思ったってことだもん、うん、そうだね、それはね、天然なのどうなの、意図的なだからよく笑点の大喜利って台本あるんですかみたいな、うんうん、言うじゃん、うん、あれみんなあんな早く答えられるんですかみたいなさ、なんかそういう感じなのかな、知りたくなる気持ちはわかるけど ね、知らない方がこう笑えたりとかもする、うん、そうだよね、もあったりするからね、芸人さんのネタっていうわかんないもんね、俺たちだって本当にあの笑点何回か見てるけど、はい、うん、そうそうそう、あれわかんないよね、わかんない、はあ、ね、あれ台本だとショック、まあ、ショックだよね、でもやっぱり流れすごい完璧な流れってあるじゃないですか、はいはい、でもあれも多分呼吸みたいなもん、ね、長年のね、あるんだろうけど、知れないですね、チャンス青木師匠は、うん、もう手にカンペ書いてましたけどね、あーショック、ごめんなさいね、ごめんなさい、したくなかった、したくなかったかもしれないですけど、あ、はい、あといつもここからさ、もう手にカンペ書いてますからね、いやそれいいだ、漫才協会だけにしといてください、すいません、本当にショックかもしれませんけどね、見られたら最後です、ね、お願いしますよ、本当にね、さあ今回の生子さんのように聞いてほしいことがある人は内容をできるだけ詳しく書いて、お名前、電話番号、住所などを添えてメールでご応募ください。アドレスはチャキアットマーク tbs.co.jp です。電話をつないだ方にはチャキチャキ特製クリアファイルをプレゼントします。以上、チャキチャキテレフォン聞いて聞いてでした。ここで一曲お聴きください。山崎正義、ワンモアタイムワンモアチャンス。週末や祝日に東名をご利用の方へ、リニューアル工事の実施に伴い、下り線大井松田から御殿場インター間と沼津から清水ジャンクション間で激しい渋滞が予想されます。小田原厚木道路から新東名への迂回にご協力をお願いします。ネクスコ中日本。とろーり甘口、
ののりつくだに。あら、あ。金目順です。土曜の夕暮れ時マジックアワー、リゾートホテルでほっと一息つきませんか。今月のお客様はデザイナーの越野純子さん。越野さんプロデュースのこだわりのお部屋からお届けします。金目順のマジックアワー、今日夕方5時から。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は希少な産地限定の国産うなぎがお買い得、うん、愛知県三河産厚みのうなぎかば焼きをご紹介します、はい、うん、さあスタジオにはうなぎのいい香りがしていますよね、うん、高級グルメのうなぎ、今日は豪華にうな重でご用意しました、はい、召し上がりながら聞いてください。最高ですね。今回ご用意したのはうなぎの名店が軒を連ねる愛知県の三河で創業50年を誇る老舗うなぎ屋厚みの一品です。こちら仕入れから焼きまでを一貫して仕上げた伝統の味わいとなっています。でこの三河産のうなぎは柔らかくて美味しいと評判で、百貨店や高級料亭も認める味と品質で贈答用としても人気なんです。お味いかがでしょう。もうね、本当美味しいですよ。ふっくら柔らかくてね、油も乗っておいしいですよね、うん、さあこの美味しさの理由の一つが地元を流れる矢作川の水を使用して、うん、自然に近い環境でうなぎを養殖しているからなんです。そしてもう一つの理由が老舗うなぎ屋ならではの加工技術です、うん、で熟練の職人さんがうなぎを一尾一尾手でさばいて強火で両面を白焼きにして余分な油を落としてから一度柔らかく蒸し上げるんですね、うん、でその後に秘伝のタレを使いまして、うん、タレ付け4回焼き5回と丹念に繰り返すことで外はパリッと香ばしく中はふっくらとしたうなぎに焼き上がるんです。うま、手間がかかってんだよね。またこのタレがね、ご飯もね、食欲も絶妙です。このタレも、はい、たくさん食べられますよね。焼き加減も最高、うん、美味しい。秘伝のタレは濃厚でコクのある三河醤油と三河本みりんなどを合わせることで旨味と甘み、これを引き出しまして上品な味に仕上げているんです。お召し上がり方、これも簡単でして、うん、1尾ずつ真空パックになっていますので、うん、パックのまま湯煎するだけで大丈夫なんです。だご飯にのせればうな丼の完成です。で今日はもう一品、うな丼にたっぷりとお出汁をかけていただくうな茶漬けもご用意しました。困りませんな、これは甘い、うまっ、うまっ、ちょっとわさび溶いてね、合うね、こういいですよね、さっぱり食べられますし、うん、ぴったり、あっという間に食べきってしまいますけれども、うん、様です。では気になるお値段です、はい、希少な産地限定の国産うなぎ、贈答用としてもおすすめの愛知県三河産の厚みのうなぎかば焼きは 110g が5尾、合計 550g のボリュームでお値段は税込み 2万350円となります、うん、自宅で気軽にとはなかなかいかないかもしれませんよね、はい、うん、この値段ですと確かに、ね、納得ですけどね、うん、味はね、美味しいですからね、うんうん、まあ、そこで今回はお買い得な羽出し品もご用意しました。羽出し、うん、贈答用のうなぎを作る際に変形したりですとか端がほんの少し切れたりして、うん、贈答用の厳しい選別基準で弾かれてしまった羽出しということで、うん、お買い得なんです。なるほどね。でちなみにお二人に召し上がっていただいたのも羽出し、うん、羽出し、あ、これな、全然わかんないよ。それはわかんなかったですね、うん、羽出しね、さあ贈答用と味は変わらない羽出し品、うん、気になるお値段を発表しましょう、はい、愛知県三河産厚みの羽出しうなぎかば焼きは1尾およそ 100g から 200g の立派なうなぎが4尾から5尾、合計 550g のボリュームセットで税込み、うん、6980円です。相当安いと思うけど、この美味しさで贈答用のおよそ3分の1のお値段でお楽しみいただけるんです、うん、しかもこれうな丼に換算しますと11杯分のボリュームになっています。この量はそうだね、計算すると1杯あたりおよそ635円、うん、うなぎが外で食べるのとね全然違います、ね、お買い得ですよ、うん、賞味期限は冷凍で2023年4月18日まで、うん、こだわりのタレと山椒もお付けしてお届けします、うん、ただし数に限りがありますのでお申し込みはお早めに、別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。
お届け返品送料などについてもお問い合わせください。インターネットからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングと検索してください。 TBS ラジオショッピングでした。キリンの川島明です。毎週日曜夜7時はブレインスリーププレゼンツ川島明の寝言、川島さんと私天使向井でお送りします。10月9日のゲストはこちらのお二人。どうもニューヨーク屋敷です。嶋佐です。ラビットファミリーニューヨークが初登場。川島明の寝言は10月9日日曜夜7時から。消費者金融でお金を借りたことがある人は実はお金を余分に返済している可能性があることが分かりました。余分に返済していても返金される権利があっても教えてもらえません。あなたがいくら余分に返済しているか今すぐご確認ください。お電話無料、調査無料、初期費用無料。代表は法務大臣認定司法書士杉山和穂。0120-316-571 316-571 316-571 司法書士法人杉山事務所。関東電気ファン協会。24時間365日任せて安心、確かな技術、電気は正しく安全に。私たち関東電気保安協会はあなたの電気を守ります。関東電気ファン協会。時刻は10時47分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、お願いします。はい、お伝えします。アメリカアラスカ州の離島に船でたどり着いたロシア人男性2人がアメリカへの亡命を求めています。ロシア人男性2人が船でたどり着いたのはアラスカ州西部ベーリング海峡に浮かぶセントローレンス島で、ロシア東部のチュクチ半島からは数十キロしか離れていません。ロシア軍の徴兵から逃れるために小型船で渡ってきたとみられています。でロシアからこのルートでアメリカに亡命を求めることはあんまり例がありませんで、アラスカ州のダン・リービー知事は今後もベーリング海峡を渡ってロシアから逃げてくる人が増える場合対策が必要だと述べたほか、アラスカ州選出の上院議員は北極圏の安全保障体制を強化する必要があるなどと訴えています。次に、三重県が県立の夜間中学校を新たに設ける方針を明らかにしました。愛知県や岐阜県も合わせた東海3県では初めての夜間中学校となる見込みです。三重県教育委員会が県内に住む人たちや勤務している人たちを対象に行った調査では、9つの市や町で合わせて100人が入学を希望すると答えていたということです。で今年度中に市や町の教育委員会と協議して来年6月までに夜間中学を設ける場所を決めて2025年度の開校を目指しています。文部科学省は各都道府県に少なくとも一つの夜間中学を設けるように促しているんですが、今年4月の時点で15の都道府県に合わせて40校の夜間中学校があります。関東地方では茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、この各県に夜間中学校があります。それから茨城県坂東市で3人組とみられる男たちが住宅に押し入って現金およそ20万円などを奪って逃走しました。キロその先の鶴ヶ島ジャンクションでは12キロを40分、関越道の下り高坂サービスエリアでは28キロ1時間15分、東北道の下り蓮田サービスエリアは17キロ1時間10分、羽生パーキングエリアでは路肩で事故の処理が行われている影響もあり7キロ半通過に20分くらいです。警視庁から以上です。桜井園子さんでした。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は11時27分頃お伝えします。えびせんべいの里は御殿場インターから車で1分、1階は試食ができる販売コーナーと女性に嬉しいパウダーコーナー、無料のドリンクコーナーもあります。2階では富士山を眺めながらゆったり休憩、土日はおせんべい作り体験も。えびせんべいの里御殿場店にぜひお越しください。時刻は10時53分です。
TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、ここで富士霊源がお送りする天気予報です。気象予報士の池田沙耶香さん、今日は気温はどれぐらいまで上がりますか？今日は24度前後まで上がるところが多そうです、うん、だいぶほっとしますね。はい、昨日は最高気温で13度くらいだったので、あ、はい、この時期らしい気温に戻りそうです、はい、この後少しずつ雲が取れてきまして、うん、晴れ間もありそうです、うん、今日はですね、十三夜と呼ばれていて、お月見するといい日なんです。満月ではないんですけれど、十五夜の次に美しいと言われていて、で、十三夜に曇りなしという ことわざ、慣用句みたいなのがあって、この頃になるとこう秋晴れの日が多くなるよっていう時期なんです。今日もちょっとまだ雲多いですけれど、お月見の時間帯には雲取れてきてるかなと思うので、で、十五夜とセットでお月見するといいらしいので、十五夜のお月見したという方はぜひ今日お月見してください。スイーツ用意しないと。あ、そうですね。お団子食べたいですね。ありがとうございます。気象予報士の池田沙耶香さんでした。富士霊園はもみじや桜に彩られ、富士山を望むおよそ7万区画の公園墓地、墓石付き墓所や樹木葬墓所などタイプも豊富に、無料見学会実施中、富士霊園で検索を。いただきます、おいしいね。愛に満ち愛されるスーパーロピア。楽しく感動できるスーパーロピア。時刻は10時55分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、今日のメールテーマは犬の話。はい、たくさんいただいております。はい、行きましょう。犬のメールね、はい、読みましょうかね。エリチャメンさんですね、うん、私は小さい頃から9年間ピアノを習いにピアノの先生のお家に通っていました、うん、4年ほど経った時に、先生が犬を飼い始め、生徒がピンポンを鳴らすたびに走り回って吠えて大騒ぎ、うんうんうん、そしてお家に上がると毎回必ず私のお尻とお股に飛びついてきて匂いを嗅がれるのです、うん、それもその子だけではなくて友人の家の犬も全く同じように飛びついてきました、うん、あ、逃げてもまた逃げてもまた、なんだかとっても恥ずかしかったです、うん、ああ、なんだろうね、匂いを犬にモテるんですね、犬にモテるっていう、ね、いい香り出てたんですよ ね、うん、そうだね、そういう人いるよね、うん、なんかやたらと嗅がれるとか、うん、意外となんか苦手な人ほどね、犬を引きつけたりとかありますよね、うん、そうなんで分かるのかな、やっぱ犬もな、この人とあれなのかっていうね、なんかその、うん、すごい来るんだけど、うん、その人ん家の犬とか、うん、神さんの家とか、うん、なんかこうね、乗っかられて、うん、こうなんかマウント取られるんで、舐められるんだよね、なんかね、うん、あ、舐められるんだ、犬にやたらめちゃくちゃ心許してるみたいなことじゃないの、どうなんで、俺だけ下だと思ってんのかなそういう感じで来る、序列決めるって言いますもんね、序列決めるって言うよね、そうなんだ、初めにマウント取ったらもう絶対こいつ攻撃してこないなっていうのが分かるってことなのかな、で俺がそうなんか神さんとかと話してるとすぐ吠えられたりとかするから、うん、お前が喋ってんじゃんうちのご主人みたいなことなのかもしれないよね、そうそうそう、あ、なるほどね、うん、怖いっちゃ怖いよね、でかい犬だったら、ちっちゃい犬だったら可愛いけどね、そうね、確かにね、うん、ベロベロベロって舐めてくるんでしょ、そう舐めてくる、そどうなんか上から乗っかられて舐められるやだな、愛情表現だと思いますけど ね、うん、ね、そう、その家族の手前断れない、うん、あ、そうか、熟女とかあったら嬉しいですけどね、ほらほら犬の乗っかられてましたよ、50に乗っかられてましたよね、まさかの58万回再生1万もいかないと思ってましたけどねすごいサムネでしたからね、はい、あれね、ありがとうございます、はいはい、ラジオネームブサイクルショップさん、はい、世間の多くはそうだと思いますが、ダメな夫のことは大抵飼い犬だと思えば腹も立たないそうです、マジか、飼い犬にもならない、私が言うのだから間違いありません、ブサイクルショップさんは、ね、男性の方、自虐が過ぎるでしょ犬にも男性にも失礼だよ、出ないということですか、なるほど ね、飼い犬だと思えば、まあ、どっちもそれでね気が楽なのかもね、そうね、うん、確かにね、余計腹立ちそうだけどな、うん、このなりで飼い犬っていうなんか飼い犬みたいな